皆様こんにちは。ボケ日和の著者で認知症専門医の長谷川でございます。本日はですね、真夏に厚着、水分を取らない高齢者をどうするか、真夏に厚着、水分を取らない高齢者をどうするかというお話をさせていただきたいと思います。まあね、高齢者の方、特に認知症の高齢者の方に関わっていない人からすると何の話と思うかもしれないんですけども、認知症の高齢者の人と関わっている方であれば、ほぼ、過半数の方がですね、どうするんだろうこの話というふうに思われると思います。これぐらいこれはポピュラーな話なんですね。でまず前提としてですね、認知症のある高齢者の方というのはですね、むちゃくちゃ暑い時でもですね、寒がるんです。寒い寒い。だからもうみんなが当然半袖でいる時でも長袖、長袖どころかその下に下着はいっぱい着込んだり、さらに長袖の上にですね、おいおいどっから出してきたんだよみたいな、ものを着たりするわけであります。だからもうその時に家族はまず思うわけですね。もしかしたら私たちは暑いと思ってるんだけども、おじいちゃんおばあちゃんたちは、寒いのかなって逆に思っちゃうぐらい、本人は寒い寒いって言って着込む。で扇風機も嫌だ、でクーラーなんて持ってんのほか、で水分もあまり取らない、もう先生いいんでしょうかそんなんて言って、ダメです、そんなんダメですからね。さすがにそこまで来ると家族の方も本当にこれはおばあちゃんたちは寒いと感じてるんじゃないかなと思われるかもしれないけど、絶対そんなことはないです。実際そういう患者さんの服をちょっと脱いだりするともう間違いなく汗ばんでます。だから体は間違いなく暑いんです。暑いしだから汗もかいているんだけど、頭の方のセンサーがおかしいもんだからそれで寒いっていうふうに言ってるだけですから、周りの人が何をしないといけないかということは、このままほっとくと脱水だとか熱中症で運ばれてしまうよということをまず皆さんそこで知ってください。もう何がだから感覚は皆さんと一緒なんです。皆さんが暑ければ必ず暑いんです。ただセンサーが、狂ってるんですよということになります。じゃあどうすればいいか、どうすればいいかの、もう対策はとにかくまず水分を取ってもらいましょう。で服をできるだけ薄着にしましょう。口で言うのは簡単だけどなかなか難しい。なんかいや水分いくとトイレ近くなると嫌だとかね、飲まないんだよ。で特に、認知症の中でも血管性の認知症っていう方々ってのは、その同じ認知症でも特に脱水に弱いもんですから、水分を取ってほしいんだけど、なぜか、血管性認知症の人ほど水分を取りたがられないんですね。確かにむせがあったりするということもあるんですけども、だけどもう認知症の方であったらとにかく少量ずつでもいいから水分をとにかく取ってもらうようにしましょう。でまた服を脱いでくれんわけですよ、寒いで脱いで脱がしたらまたすぐ着る、だからもう脱がしたらすぐしまう、もうで用心にしなければいけない、もうとにかく服を薄着にさせる、もうである程度本人にも言った方がいいと思います。僕は患者さんに言ってる、もう自分の感覚が狂ってるんだから、あなたが暑いと思っても体は暑がってるんだからねみたいなことをもうしつこいぐらいに言う。だから僕も言うし家族の人も言う。で扇風機や、エアコンも適切に使う必要があります。ただ昔のお年寄りもエアコンをとにかく嫌う、もうあんまりエアコンつけてもすぐもうリモコンで消しちゃうもんだから、もう家族がですね、もうリモコンを隠した。電源だけ入れた後もリモコン隠した。そうするとですね、おばあちゃんは困るわけです。自分はクーラーなんて嫌いなんだけど、でもクーラーは動いてる、消すためのリモコンがない、どうしようどうしようと思ったらですね、脚立を持ってきてですね、もういわゆるエアコンの電源って上についてるじゃないですか。そこまで抜いて切った。そこまであなたは嫌がるの、でもあなた嫌がっちゃダメなんだよっていうことなんですね。だからまあクーラーを同じつけるにせよ、おばあちゃんの部屋の隣の部屋からもつけて空気を流すとかね、そういうようなことをしないと、本当に今真夏だと室内でも30度超えますから、だから何とかしないといけない。だから皆さんにぜひ、知っていただきたいのは、まず体は間違いなく暑がってます、でもセンサーがおかしいんです。だから対策としては、とにかく皆さんが毅然とした態度で、
しっかりと水分をとって服を薄着にさせ、で扇風機やエアコンを適切に使わなければいけない。ただ僕もね、自分で言いながら思ってそんな簡単じゃないケースも多々あるんですよ。きっとあのリスナーの方々もですね、そうは言ってもだから、もうそういう時はですね、もうできるだけデイサービスに行かせるんですね。もうデイサービス行ってしまえば、まあ、デイサービスは間違いなくエアコンは入ってるし、定期的に水分も取らせてくれるし、あのそんな厚着だったら脱がしてもくれるから、もう家で対応ができなければ、あのできる限りもあのデイサービスに行ってもらうっていうことにしてしまった方が話は早いかなという気がします。でやはりそういう人たちもですね、家族の前だとですね、エアコンがどうのこうのだとか、あの寒いだとか、服がたくさん着たいとかって言っても、やっぱり社会に出るとですね、その社会性は維持されるんです。そうするとデイでは割と、ちゃんとした対応をしてくださるものなんですね。ただじゃあ、対策、水分を飲めと言っても飲まない、服を脱げと言っても脱がない、でエアコン扇風機もいろんなやり方をしても絶対つけない、さらにデイサービスはもう行かない、じゃあどうするんですか、うん、もうそういうケースも正直あるんです。もうそうなるとお手上げです。まあ、そうなるとまあ諦めるっていう時もある。まあもうそうなったら、まあ脱水で死んじゃってもしょうがないよね、脱水熱中症でもっていう時も正直あります。だってどうやっても無理なんだもん。無理やり服脱がせるか、無理やり水飲ませられるか、無理やりエアコンかけて手縛って置いとくかってできないわけですよ。はっきりとした自分の意思でやってるわけだから、もうどうやってもダメなもんはダメなケースも正直あります。だったらそんな番組作るなよっていうところもあるんだけど、でもやっぱりダメなもんはダメっていうのがあるんだね。まあそしたら、まあその脱水症や熱中症になって意識なくなった時点で、まあ救急車で運び、場合によってはそれで命を落とすかもしれんけど、まあそこは悪いけど、まあ、 あの納得してねって家族に言うと、まあ家族もね、ここまで大変なケースはもう分かってますって言ってくれます。分かってますって、もう本当に我々がこれだけ家族が言ってもダメな人だから、もう何かあっても覚悟ができてますっていうふうにします。ただね、まあ、やっぱりもう医療の現場、特に救急の現場っても疲弊してるわけですよ。だからその時に80歳や90歳超えた認知症の患者さんが水分取らなくて、服いっぱい着て冷房もつかなくつけなくて救急車で運ばれてくるっていうのは、本当に彼らを疲弊させるってことはぜひ知ってほしいし、僕は仮にこれが認知症の患者さんになってもそのことはご説明して、あの自分だけの問題でなく社会の問題になるから頼むから、ご家族や我々の言うことを聞いて、エアコンや扇風機も使って水分も取って薄着にしてくれませんかってことも、根絶丁寧に伝えることも大事ではないかと思うんですが、まあダメなものはダメっていう時も、現実にはあるのが事実であります。まあ以上、まあ現実はそうなんだ、厳しいんだなと思っていただける方おられましたら、チャンネル登録、いいねボタンを押していただければ幸いでございます。